よう。一緒に遊ばねえか。どうした？そこで何をしている？別に。お前は指名手配のギャンザレジックだな。だったらおとなしくしろ。貴様の身柄を拘束する。そうかい。じゃあ捕まえてみな。どこだ。どこにいるギャンザ。ここさ。てめえら国際捜査局員か。だったらスベン・ボルフィードという男を知ってるが。知らん。そうか、分かった。アバよ。スベン・ボルフィード、貴様だけは生かしておけねえ。とりあえずこいつよ。ギャンザレジック知ってるの？ああ、昔俺が捜査官だった頃捕まえた男だ。女子供も殺す最低のウジ虫野郎だ。で、ギャンザの野郎がどうしたんだよ。これ。あ？なんだこれ。これは新気筒の入っていた瓶よ。新気筒？そう、タオの力を発動させる飲み物なの。タオ、お前がこの前言ってた怪しい術か。ええ、植物園のイゴールに続いてタオ使いの二人組が狙う次のターゲットが。まさか。そう、こいつの手に渡る前に先回りしてこの中身を手に入れたいの。手伝ってくれる？じゃあ私の方はタオ使いの二人組の線から当たってみるから、ギャンザの方は任せるわ。なーにが任せるわだ。あんな女の仕事手伝うことねえのに。しかもあなたたちのギャラはギャンザの報奨金ね。ってふざけた女だぜ。ギャンザの報奨金は200万ゴールドだ。不満はねえだろう。で、そのギャンザってやつどこにいるんだ。くそ、ギャンザめ、新気筒を飲む前に俺が確保してやるぜ。てトリガーどうした？いない。ったく、目を離すとすぐどっか行っちまうんだから。
大丈夫。お腹が空いたら戻ってくる。あれ？ちょっと。あ！なんか最近犯罪都市になりつつあるって噂は本当みてえだな。店もほとんど閉まってるし。店は閉まってますが、私はいます。ミルクの自販機は、ミルクの自販機はないですが、私はいます。どっかでミルク売ってねえかな。そりゃこっちのセリフだっつうな。あのお名前は？黒猫。黒？黒様ですね。あー、いけない、待ち合わせに遅れちゃう。黒様、私は京子です。また映画あったらお会いしましょう。あれ、私のアイスがない、どこ？想像しい女。30秒の遅刻ですよ。聞いてください、シャルデーさん、今日の京子はすごく素敵な人と出会ってしまったのです。私がとてもいけない人たちに絡まれてた時、ドカッバキッとやっつけてくれた、それはそれはとてもかっこいい人。あれ、また私のアイスがなくなってる。どこってシャルデンさん、そもそも何ですかここ？やけに静かな街ですね。お店も閉まってるとこばっかでつまんないですよ。文句なら全部ギャンザさんに言ってください。彼が最近暴れ回るから町も静かになってしまったのです。つまんない。そうぼやかないでください、京子さん。どうもあなたはお気楽すぎますよ。なんで？だってシャルデンさん、これから起こる革命ってお祭りだって言ったじゃないですか。ええ、お祭りですよ。しかし今はまだお祭りの準備期間なのです。準備期間？そうです。だからお祭りを成功させるためには我々の任務を真面目にしないといけません。ふーん。で、ここがギャンザっていう人の隠れ家ってわけですね。誰かいませんか？誰もいないですよ。困りましたね。今日ここで会う約束なのですが。ギャンザの兄貴ならここには来ねえぜ。誰かいるんですか？あ、私のアイス。兄さんの代わりに私たちが話しに来たのよ。ギャンザさんは来ないということですか？そうだ、兄貴はもうあんたらに用はねえということだ。今頃は町で姉ちゃん探していいことしてるんじゃねえかな。なーに？寒くないんですか、そんな格好して。何この子、私の美貌ひがんでるの？別にひがんでないわよ。ところでよ、ギャンザの兄貴に聞いたんだけど、お前らいいもの持ってるそうじゃねえか。俺たちにも分けてくれよ。いいものっていうと、アイスですね、アイス。ぐにゃぐにゃくん、ほらね、ぐにゃぐにゃでしょ。こんなにぐにゃぐにゃなのにアイスなんですよ。これはもはやアイスじゃない。これですか？いいんですか、シャルデンさん。え、構いませんよ。これで俺も兄貴みてえにすげえ力が手に入るってわけだ。
ワクワク、ワクワク。なんともねえぞ。言い忘れましたが、成功する確率はほんの一握りです。うまくいかないとこうなります。ゲルマス、てめえよクマ、あんたら、あんたら済まさないよ。どうしますか、シャルデンさん。ただで返してくれそうもないので、適当に相手してあげましょう。はい、行きますよ。寒そうな格好のお姉さん、私が温めてあげます。たく、ギャンザのやつ、私たちとの約束守らないなんてプンプンですよ。ギャンザ、彼は少しおふざけが過ぎたかもしれません。監視をする必要があります。あ、待ってください。たまらねえ、たまらねえな、タオの力ってやつだよ。スベン、何してるの？警察の無線を傍受してるんだ。駅前の聞き込みはトレインに任せるさ。無駄。え？トレイン、もう帰ってくる。あら、減った。どこまで行っても店閉まってんだもん。ああ、トレイン、何か収穫はあったか？なんにもないから腹減ってんだろう。ね。しゃあねえな。俺。あ、なんだよ、それ。釣りだ。釣り？釣りってのは、俺たち掃除屋が星を捕まえる時の手段の一つだ。自分がおとりになって星をおびき寄せ捕まえるっつうわけだ。おお。で、なんで俺なんだよ。そもそも夜こんな格好で出歩くかっつうの。できるか。ヤンザのターゲットは女性なんだよ。じゃあこいつで決めるってのはどうだ。よし、表が出たらお前、裏が出たら俺。おお。私がおとりになる。ええ。だってよ、イブをおとりにするわけにいかねえじゃねえか。じゃねえ、いかないでしょ。俺、じゃねえ、私は30年間紳士として生きてきたのよ。ギャンザみたいなやつをこのままのさばらせておくわけにはいかねえでしょ。俺のおふくろ、私のお母様が言ってたわ。女の子は守ってあげなきゃダメよって。そう、私は世の女性を守るのよ、ギャンザの野郎。こうなったら何が何でもと捕まえてみせるんだから、紳士として、いや、淑女として。ギャンザ、現れねえな。多分、現れないと思う。はっ、空っぽか。ちょっと来るのが遅かったよね。出てきて、ギャンザ。出てきて、ギャンザ。出てきて、ギャンザ。出て、あ、待って。私、女に見えるのかしら。見える見える。かわいいかわいい。ギャンザ、あら、姉さん素敵ね。どう、うちのお店で働かない？ちょっとそんなに派手しないの。噂通り物騒なとこみたいだな。うん。変なのつっちまったぜ。
やっぱり元のスベンの方がいいのに。あっ、トレイ、ちょっと待って。スベン、姫路と一緒に後から来や。何を。おい、ちょっと待て、イブ。地下からアフロ。ヤンザ、見つけた。あんた今日の約束破ったでしょ。力に目覚めたら私たちの仲間になるっていう。悪いが、あの話なかったことにするぜ。あ、やっぱり約束破る気だったんだ。気が変わったんだ、仕方ねえだろうが。だがあんたらには一応感謝してんだぜ。あんたらのおかげで無敵のこの力を手に入れることができたんだからよ。普通に歪むともっと可愛くなるだろうぜ。そん時はいい声で泣くんだろうな。そこまでだ。さあ、おとなしくするんだな、ギャンザ。お前を確保する。あはは、また助けに来てくださった。やっぱり今日この運命の人はクロ様。ふん、掃除屋か。早くその子を離すんだ。あーれー、何、クルホ様。トレイ。決めて。テレアとかじゃねえ。しょうがないですね。キスはまたにして、とりあえずお疲れ様のアイス、ぐにゃぐにゃくん。え？はい、クロ様はミルク味、あなたはイチゴ味ね。で、京子はトマト味。お、遅かったな。もう俺が倒しちまったぜ。倒したのは私。残念でした。アイスはもうないです。おいおい、さっさと確保して金もらって引き上げようぜ、スベン。私も連れてってください。スベン、しまった、スベン・ベルフィーナー。探したぜ、スベン・ボルフィード。久しぶりだな、ギャンザ。いい子だからおとなしく迫るんだ。ざけんじゃねえ。あの時の恨み、今こそここできっちりと肩をつかさせてもらうぜ。この力でな。そうよ。スベン、なに、痛かったぜ、少し。抱かれてるのは俺たちの方だから。じゃねえ、トレイン、俺の言う通りにするんだ。分かってるよ。奴の右膝を狙えばいいんだろ。何？ナンバー13、ブラックキャットだぜ。奴の動き見てりゃ、右膝に古傷があることぐらいわかるぜ。そう、昔あいつを捕まえた時に俺が負わせた傷さ。そいつは効きそうだ。だがあの状態で狙えるか。これ以上俺様を舐めると承知しねえぜ。よし、上等だ。弾はバースト弾。ここからは俺の時間だ。何余裕ぶっこいてるんだ。無駄だぜ、ギャンザ。俺のビジョンアイにはお前の敗北が見えている。プレイン、四時の方向だ。オッケー。Whoa!
予見？ああ、俺の右目はわずかだが、時の進んだ世界を垣間見ることができるのさ。スベン！心配するな。この能力を使うとひどく疲れるんだ。見事です、ブラックキャット。あ、シャルデイさん、もう探したんだから。シャルデイさん、これが私のクロ様です。やだ、私のなんて言っちゃった。お前はな、もっとあれをくれ。俺もっと強くなりてんだ。もう無駄ですよ。私はあなたを助けに来たのではありません。誤った力の使い方をした者の末路を見届けに来ただけです。改めてご挨拶します。はじめまして、ブラックキャット。私は星の使徒のメンバー、シャルデン。よろしく。星の使徒？ええ、クリード・ディスケンス率いる革命集団です。クリード。汚れ切った秘密組織の支配下にある愚かな諸君に告げる。これから僕たち星の人が世界を変えると祭りが始まるんだ。誤った道を正すための華やかで血なまぐさい祭りが。トレイン、君にもやがてわかるだろう、僕の理想の何たるかが。